あれ、翔太さん、練習にゲーム持っていくんですか？ああ、これあの練習の合間隠れてやろう思って。え、バレませんか？バレるわけないやろ。俺の誰やと思ってんねん。なぁ、見せれんのかて父ちゃん母ちゃんにや。そんな姿、え、おい、なんか言え。止まっとんねお前練習。おい、あれとんの出ろお前。なる、おい翔太。はい監督さん、あっちにいるから謝ってこい。反省してんの伝えたら大丈夫やから。はい。そんなな、こうやって頑張っちょるやつなんかがねえな。一人だけそんな知らないやろ、そら。頼むわ。はい、先生方な、別にお前に上司したいわけじゃないよ。でお前がな、別に先生のことをおちょくってるわけじゃないのは分かっとるよ。それはさすがの先生、内心ではな、頑張りたいと思ってんだもん。終わっちょるよバカじゃん。まともに先生に対してもな、きちっと、まあ、例えばお前返事とかええやん、はっきり喋るやん。はい、それどうぞ先生は評価しとるよ。はきはきとな、大きい声で返事するのはええな、ええとこや思っとるよ。そういうとこもしっかり見とるから先生は。分かった？はい。大丈夫か？すまなかったな。あの、大丈夫です。先生もちょっと驚いなかった。傷とか治ってないか？うん、いけるか？はい、行こう。なんか言ってない。セカンドゴミック。覚えがしたくならんやん。もう関係ない。全体トップ。なるなる。なんでお前らでや掛け合いがないのよ。お前らの外役にも。なる。どうだれやろ。関係ないわ。なんか内野が怒られとるわ。関係ないわ言うのだよ。なる。でやろ、関係ない思ってれ。イエップ、イエッ、イエップ、イエッ。Yep. Yep. Yep. Yeah. あれ？今いいや。見せれんのかて。おい、聞いとんのかお前これ。先の話ねえって。おい、何の謝罪やねんお前。出ろ。なる。あ、おい。はい、練習どんな感じ？バリきついっすよ先輩ら。ずるいっすやん。あ、次追い込みトスっすよ。うわ、きつい。あと先輩ら、監督が室内練習場のネット補強初期入れてましょう。はい、じゃあ頑張って。はい、さあ、こっち、よいしょ、はい、よい、ボール見て。はい、おー、ちゃんとするなよ、誰が。お願いします。おー、ちゃんとするなよ、こっち。はい、なんでしっかりとガチしてないんだ、こっち。はい、おっしゃ、はい、ごめんなさい。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。はい、立てこれ。はい、もう動いちょらんやんけ、お前ら。よっしゃー、はい、取れたがり、取れたがり。はい、おい、オッケー、次やってこい。いや、もう全員終わりました。え、全員終わりました。あ、もう全員待った。はい、誰かまだできやつおらんのか。もう全員、はい、バカバカです。しゃーめー、先生やっと乗ってきたよ、俺は。どっかおらんのか、元気なやつ。まだ半分やな、これ。そうやな、まだまだですか。はい、はい、もう反省した。
まだしてないです。しょんねら、なんだって。まだしてない。まだしてないです。あ、まだしてない。先生が怒ってる。お前らが練習サボってな、あのしてた、スーパー行っちゃった、練習サボっちゃった、怒ってる。反省したか。まだしてない。何してんの。やっぱ反省っていうのは一定の時間必要だと思う。どうしようか。分かった。今こうやりながら外させてるわ。行け。なる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 な。松山先輩、今の一発ギャグもう一回やってください。一発ギャグ。はい。オーケンドル。オーケンドル。なる。ちょ、もう一回、もう一回、もう一回。あ、いやでも、あの翔太さんのミーティング中の変顔も同じぐらいおもろいですよ。なる。はい。なんで、今日もお願いします。今日はやらないよ、もうさすがめんどくさい、怒られたばっか。あ、マジですか。うん、おい翔太、お前ノリ悪くて思んないの。なる、なる、なる。すごいな、お前ら意識しながらやっていきましょう。オッケー？オッケーか。ああああ。でもお前らそれぞれが気持ちをどれだけ出すか。オッケー。わかるか。ああ。そのプレーでその時見せるか。わかるね。オッケーオッケー。ああ、しっかりやっていこう。やっぱお前らな、見ちょるとやっぱためが足りてない。結局、うん、ぐーっとためを作る。こうどれだけためれるか。オッケー。どれだけぐーっとためれるかと。これが大事やから。ああ。左バッターも一緒。はじけ！すいませんでした。あ、僕のためにふざけてくれたんですよね。何が？覚えてませんか、僕が入寮したての頃の話。あ、しょ、大丈夫。やっぱり、あの実は部活やめようと思ってます。いつも固くなりすぎて今日もミスしてしまってチームに迷惑を。うんうん、お疲れ様。この前のミーティングさ、監督めっちゃ簡単おもろかったよな。あと監督おらん時にしたゲーム、あれもほんまおもろかった。あとあれや、オフの日にみんなで行ったカラオケおもろかったな。あれお前はどうや、おもろかったか。はい。お前が他にもっとおもろいこと見つけたからやめるってんなら俺は止めんよ。でもここが好きならやめんな。大丈夫や、俺がずっと笑かしたる。はい、ありがとうございます。例えばとりあえず監督に謝ってくるわ。お前ちょっとついてこ、おもろいもん見せろ。例えばすいませんでした。俺が監督に怒られた後謝りに行くから、お前その時後ろについてこい。監督にバレへんようにあっかんべーしたるわ。6時半起床、起きたというよりも日頃野球部で養われている習慣で起きてしまう幸せなことです。なる。6時35分クラシック音楽を聴く、朝のモチベーションを高める。7時半、ランニングから帰宅、あくまでオフの日ではなく戦略的休養日であることを忘れない。なる。7時31分、ランニング後は必ず行う開放エクステンション、開放エクササイズ3セット、開放エクステンション3セット、ホイホイホイ3セット。なるなる。8時朝風呂に入ってからクラシック音楽を聴く、オフの日は心の調整を忘れない。10時、水分を取ってからクラシック音楽を聴く。なるなるなる。11時、自主練習をしながらチームについて考える。果たして今のチームでいいのか考える。可愛い後輩、頼りになるキャプテン、そして尊敬する指導者、自分は
時々チームメイトに迷惑をかけてしまっている分、プレーでは絶対に迷惑をかけたくない。みんなには恥ずかしくて言えないけど、もし打席に立てたら絶対に打ちたい。このチームが大好きだから。こんな感じでどうでしょうか先輩、大丈夫そうだったらこの文字だけ消しゴムで消して提出してくれたら大丈夫だと思います。よろしくお願いします。あ、代筆代の1000円ありがとうございます。あー、あ、いやいや、もしもし、どうしようだ、今なチームええ感じやね。なるなる、こういう状況よ今。なるな、こういう状況よ。残念。どうする、どうするよって、どうするよって。ちょっと待って。はい、いや、はいや、どうするよって。頑張ります。帰っていい先生。うん、帰ってもいい。俺へんよ、帰っていい。な、え、いいやのって。じゃあどうしたらいいんですこんな状況のチーム、教えてよ。え、教えてよ、帰っていい。え、いいやのってや。何を教えたらいいの。じゃあこんなこともできん。いや、僕のじゃないです。あの状況に4年1年坊主がおって、それを教えるお前ら先輩たちがこんな状態で、先生は何を教えたらいいんだろう。じゃないや、先生のこと。帰っていいですか。だから聞いてんだよ、雪村。はい、はい、すいません。お前、待ってや。お願いします。えいらー、しかっと食うってないけどね。はい、ファーストファーストいくよ。はい、ひなぼっとこう食ってね。はい、はい、でかでかよ。はい、食ってね。飛んでないよ、飛んでないよ。はい、わざとわざと。はい、ポンデライオン、ポンデライオン。セカンド行くよ、セカンド行くよ。ポンコチュー。おい、バカ。おい、ポンデライオン、ポンデライオン。おい、ポンデライオン、ポンデライオン。へへへ、打球ポンデライオン。どうする、まだ期限ないし。マジこのままやったら監督にまだ招待されんで。もうそれな。じゃねえな、なんとかして機嫌損ねたいな。なんかないかな。醤油っせ。天才やん。それしかないやろ。あいつの機嫌のフックでしかやってんからいけるって。なんならちょっとやりたいし。いや、ちょっとガチでやりたい。ありありあり。行こう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 。行くぞ。知らん。醤油かせ、醤油。醤油ですか。はい。あとまあ、あの、ボスの。ボスの。は、はい。大元や、この醤油の。はい。でもあいつどんぐらい怒るかな。いや、言うても大人やからな。ああ、確かに。そんな処理せたくなんで怒らんやろ。はいはいはい、確かに。ピンだとかさらんかな。ないないない。あいつ機嫌虫、暴力はさすがにない。よし、やるか。いこういこう、いっちゃおう。
なる。お前ら舐めやがる。あと翔太ノック時にポンデライブ言いやがった。なる。先輩、そういや野球ノートっすよ。ああ、あれだよ。1年にちゃんと書いてもらったから。書いてもらったから。1年、ちゃんと書いたな。必須。抜かりはない。抜かりないっす。オッケー。はい、よいしょ。はい、よいしょ。いいえ。よいしょ。はい。ねえ、そうやな、野球ノート提出やな。で、もうちょっと、まずお前ら、前回行ったな。先生のあの、特別打撃の日な。打撃解放強化日。あの日いろいろ教えたな、先生。あの日の振り返りだけちょっと発表していけ、何人か。じゃあまず、藤田、何かで発表せ。はい。21日、木曜日。監督による打撃解放強化日。かっこ晴れ。この日は、溜めて解放を。オッケー。ほな、次、二人目、飯島やめ。はい。21日木曜日、監督による打撃解放強化日、かっこ晴れ。普段から教わっている打撃。オッケー。ほな、次誰に呼んでもらおうかな。ほな、翔太、呼べ。はい。21日木曜日、監督による打撃解放強化日、かっこ笑い。ねえ、なんだかっこ笑い。いや、あの、そう。バカにしろ。いや、すいません。すいません。何かっこ笑い。いや、あの、解放強化日をバカにしろ。すいません。お前はいい。順読め。はい。21日木曜日、監督、かっこ笑いによる。バカにしろかね。なるなるなる。バカにしろや。すいません。なんやお前ら。いや。仕方ないんかい、野球のこと。いや、ちょ、なんだ、なんだ。はぁ、日の行け。はい。なぁ、お前らね、そこができちょれんのちゃうよ。野球のことではね、生徒とバカにして。なるなる。お前ら、三人や、日の子や。はい。お前が自分で、自分のことを分かってるかどうか、はっきり言う。お前のバッティングには、一つだけ、欠点が悪いところ。はい、一つだけ、変えなあかんところ。ないと思う。一つだけ、変えな、ダメなところですよね。そうそうそう。指導者。何言ってるの？なるなるなる。ほんとすいません。なるほど。はい。ちょっと変えない。試合を変えない。バッターが、絶対にやってはいけないこと、はい、これ何や、はい、バッターが一番やってはいけないことです。そう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 。ちょっと2択で待ってて。2択、はい、ええー、よ、どっちも見てください。月か殺人。どんな2択や。なるほど。解放エクステンション。